皆さんこんんこにちちは、ジュビちゃんでえ9月2日月曜日京都モダンタイムズさんの方で、えー、本当に久しぶりになりますけれども、えー、ちょっと小さなステージをやらせていただこうと思います。えっ、ー、とまあソロコンサートというにはあんまりあのそんな大規模の大きものものではなくてどちらかというとこうやって YouTube でやってるような おししゃべりと,それと、まあ、楽器も少しはあの弾きますあの。ただがっつりあのたくさん演奏してっていうのではなくて本当に1時間ぐらい、えー、おしゃべりしてちょっと間に弾い聴いて聞い,いてみたいな、えー、そしてあの、まあ、終わりましたら、えー、ライブハウスでございますので、えー、私もあのお客様と一緒に 打ち上げというかね、あの飲み会にしてもらってですね、えー、私を囲んでというか、えー、一緒にあのー、ちょっと飲んで喋ってという、えー、そういう時間にしたいなと思ってまして、実はこういうのをやりたいなというのはあのー、私が思いついたわけではなくて、助手様があのー、こういうのやったらどうかしらということを提案していただいたんですね。で、あのそれいいなっていうので、あのー、去年ですね動画で。 ちょっとごめんなさいあの大層な言い方になったけれど活動をちょっと自粛しないといけないかもしれないみたいなことを動画で言ってしまったのであのすごいあのちょっと心配かけた部分はあったと思うんですけど、まあ、いろんなことがあってあの、まあ、ちょっと自主でコンサートを企画するっていうのが難しいなぁと思ってて自主とあのあの依頼と何が違うねんっていうあの感じもするかもしれないんですけど。あの まあ依頼の場合はもう決められたものがあってこの中でこういうふうにやってくださいということに関してはできることはあのやっていこうと思ってえまあソロステージなんかとかもえ時間はそんなに長いものはやってないと思うんですけどえやらせていただいてたんですけど自分であの企画から全てやるっていうことはあのマスク仮面以降やってないんですよね。だからもう2年近く えー、やってないでもうこのままやらなかったらもうずっとやらないじゃないかっていうそういうモードになってきてたんですけどやはりあの自分の創作というものをもうちょっとあのやっていきたいという考えがあってただあのいきなりまたあの大きいものを やるっていうのはなかなか難しいので、えー、そこまで今ちょっと時間が少ないということで、えー、まずはできることからやっていこうと思いまして、えー、とこういう会をえっ、ー、とまたやらせていただこうと思っています。えっ、ー、とちょっと詳しいことはまだ何も決まってなくて、あの完全にフライング告知なので、あのまた決まりましたら。 えー、SNS 等で、えー、こういう形で予約はこちらみたいなことを、えー、お知らせすると思いますのですいませんあのなかなかねあの週末とかがいいと思うんですけど皆さんお越しになるにはあのどうしてもやっぱりあのいろんなあのスケジュールの都合があって土日ができない。あの 状況でございましてもう月曜日の夜っていうね本当にあになかなか来にくいあの日程だと思うんですけどあの私とあのちょっと飲んであのお話をしてやろうという人がいらっしゃいましたらあのその前にあのステージで、えー、こういうトークと、えー、演奏をちょっとやってその後で一緒に、えー、お話しするっていうようなそんな、えーまあ、会をやりたいなと思ってますので。 ぜひお越ししください。お待ちしてます、はい、あのー、まあね、まあ、今7月になったんだけど、えー、と私のすごいお世話になった、えー、先輩が7月に、えー、行った月であってそしてあのー、まあたびたび私はあのチャンネルではしゃべってきたんだけど、えー、と私の,あの大学時代からの友人が亡くなったのが2016年の そう、えー、6月だったんですよ。で、ちょうど YouTube を始めた年だったので、えー、今年は私が YouTube を始めた8年ということになりますがえー、っとですねもうこの先輩と7月あの広,広島交響楽団にいらっしゃった先輩とそれとあの大学時代からの友人を、えー、2人うちの福山の実家に呼んであの母うちの母親がまだね あの元気であの食事を作って近くで仕事があったん確かね福山でね。でじゃあうちおいでって言って3人というかあの私が有事2人ねえ来て食事したのがえ何年前にありますでしょうかそういうことがあったんですけど母親もあのすっかりそういうことはもう覚えてられないような状況なのであの全然そういうことを忘れておりますけれどもこの季節になるとあのまあ いいうこと思でねあのー、まあもう完全にもう今日はついでに自分のことをしゃべりますけどいつも自分のことばっかり喋ってるけど今日は本当に本当に自分のこともう個人的なことプライバシーみたいなことああのー、9月2日のライブではもう本当に、あのー、YouTube にも載せられない、あのー、もうここだけの話的なこともバンバンして でも高いです。えー、その中になると思いますけどえっ、ー、とねマスク仮面をやったのがやってからもう2年近く経つっていうのもう結構私もそんな1年半ぐらいかないやでも11月だったから1年半とかもうちょっと経ってるよね。 あもうそんな時間経ったのかと思うんですけど、えー、マスクカメをやは、ね、2022年で実はですね私あのー、すっごいあのスランプだった時があって、あのー、もう本当にあの演奏活動をやめなきゃいけないかなみたいなねでもうちょっと無理かもしれないと思ったことがあるんだけれどもそれはあの完全に個人的な私自身の問題であってあの他の誰か の話で誰かがどうとどうって人の関係人間関係とかではなくて私自身が。 それそこまで遡るとね今日は長くなっちゃうしあのそういうことには実はすすごく触れてるんですよ例えばあのスランプの時にはこうしましたとかこうしたらどうですかとかあの過去に動画で喋ったりしてると思うんですけどそれはその時の体験に基づいて、えー、結構喋ってるので、えー、と実はあの言ってないようでいっぱい言ってるんだけど具体的に言ったのは初めたかもしれないけどであのその時に私ものすごい。 神自分の何て言うんだろう怠慢を反省したというかそれまでのね自分の努力しなかったことをすごく反省したんです自分の努力が足りないんだ自分はあの、まあ、なんかできると思ってやってたんだなと思ってすごい自分を反省してもうほんと神様にね「神様あと10年でいいですと」と本当に本当にこう言ったんですよ声に出して言った気がする「神様もあと10年でいいです私の命はあと10年でいいです」と。 なので、あともう少し、えー、演奏させてください頑張ります本当に頑張りますと練習しますとでだからもう10年10年でいいですもう10年で死んでもいいですって本当にあに、のー、神に願ったことがあってそれを、あのー、その広島の先輩に話したんですよね、えー、でそれから私はあのいろんな、まあ、まずすごい練習を 初めてですねで。本当に基礎の基礎からもう一回やろうと思って足りない部分を一生懸命それからあの自分らしいステージっていうものをいろいろやってきました。それでその中でいろんなアンサンブルに誘っていただいて本当に幸せなことにいっぱい声かけていただいて。でまあ 残念ながらというか、まあ、結構自分勝手なんですけど、まあ、その、まあ、ほぼ全て、えーとまあ、去年までにあの、まあ、抜けてるっていうかお断りしてあのもうやってない今アンサンブルっていうものを一切やってね決まったメンバーでねやってないんですけどあの、まあ、そういうふうにあのやってきた10年の集大成がマスク仮面だったんですね。 でマスク仮面は本当にあのマスク仮面見てない人は今マスク仮面ってなんやねんと思ってるかもしれないですけど、まあ、あの演劇を入れてあの演出家の先生と先生 <laughs>、まあ、あの演劇とコラボでやっていろんな要素のあるバラエティ的なあの舞台でそれに自分の全部作曲してね自分の作品をシーンごとにつけてってタイムをあの 考えてっていうそういうこと本当に舞台音楽っていうのはそれは自分が舞台で演奏しながらやるっていうのは、本当にあのすごい初めての経験ですべてを本当に脱し尽くしたと思うんですよあのー、本当にその後悔ないって感じでもう燃え尽き症候群みたいな感じだったんですよだからもう二年近い前、あ YouTube 見たらどどんな感じだったんだろうなってなんかもうなんかだいぶ前のように思うけどだけどもう、まあ、それと同じ その後にもうあの燃え尽きたタイミングであのまああのうちの父がちょっと調子が悪くなったりとかっていうのがあってそれでまあ,あの自分から大掛かりのことをやるのはちょっともうどっちにしても難しかったしでもうやることは全部やったっていう気持ちもあったのでもうあそういえば神様にお願いしてからちょうど10年だなと思ったんですよね。 まあ、店じまいセールになったのかそれともまあ一旦、あのー、なんて言うんでしょうかよくあのほら靴流通センターとかって今あるのかなあの「店じまいセール」って書いてあってであもう終わるんだと思ったら次の週行ったらまたあの今度こそ最後みたいなずーっとなんか今度こそは最後みたいなそんな感じなんですけど今何が言いたいかって言ったらまああのー、まだ 時間が残されているようなので、えー、私には、えーまあ、十分その <laughs> 燃え尽きたところからまた肺からあの、うん、ちょっとくすぶってであまだもう少し燃えそうかなっていうところに来てるのかなという感じがして、あのー、また新たなことをあちょっと全く一人でございますがあのーや ていこうと思います。あ、そうです。あの九月2日はあの共演者いないです。私だけですね。えー、まあ、私と女子様がまあいろいろまあ、手伝ってもらったりすると思いますけれども、まあ、舞台に立つのは私一人なので伴奏なしなので、本当にあの演奏するって言っても何を演奏できるのかわかりませんけれども、まあ、音はプット出します。<laughs> あの来てくださったお客さんのためにちょっとあの音を出すという感じでね。 あとはおしゃべり、<laughs> それと飲み会 <laughs> という感じなんですけど、えー、2016年に亡くなった友人のことを思い出すとああ今、えー、YouTube を始めて何年なんだな5年なんだな6年なんだなとかそういうことを思いながらずっと周年周年年で思いながら来たんですよねでこんなに YouTube ってことになんかあの執着するっていうかねあの YouTube 一生懸命頑張るっていうつもり最初なかったから。 YouTube ーバーっていうのもなんかずっと抵抗があってなんか自分ユーチューバーじゃないってずっと思ってた時期が長くてただ結局なんかこういうことやってるともうだからこれがユーチューバーなんじゃないとか <laughs> あの思ったりでなんか本当になんかつまんないもの作るんだったらもうそんな YouTube なんかやらなくてがいいなとか思ったりはたまたもうなんでもいいから上げ,げてみんなにあの声を 聞きたいなとかって思って、えー、こうやって無駄話を上げてみたりとかっていろんなこう時期によってこう浮き沈みしながら8年やってきましたけどあのー、まあまだ YouTube に関してはこれからあのいろんなことをやると思います、えー、それがだからねなんかねえっ、ー、と本当に私の考える YouTube っていうのがあのー。 何かかよくわんない。まだ分かってないんですけどあの、まあ、なかなかこういうあの発信って難しくて、まあ、この間都知事選なんか見てても思ったんですけどねあのまあ私テレビがも,もともとあんまり見る習慣ないですよねほとんどねあまりテレビに興味ないっ <laughs> もうほ化石みたいな人なのであの有名な俳優とかあの名前言われても全 もう本当にずっとテレビ全く見てないから <laughs> あの自慢かどうかわかんないですよ自慢でもないと思う知らないことはねだけどあのそうやってきててで,で YouTube がだんだん自分の中で YouTube は見るようになってきたんだけどまあよく言う YouTube のアルゴリズムっていうのがあってねアルゴリズムであってんのかなあのまあ要するに自分が見る傾向のものを どどんどんがあの、ね、こう選んが選でおすすめに上げててくるるっていう現象が起こるんですそうすると例えばあのなんかパソコンのことを調べたりしててこの間ねでなんかある部品のことを調べてたらもうすぐ <laughs> YouTube とかインスタとかにさ広告上がってくる恐ろしい時代だよねなんで知ってんねんって話なんだけど、まあ、そういうふうにあのテレビの時代は終わったって私は言いながら。 でもあの、まあ、YouTube とか SNS とかの怖いところっていうのはそういうところで、まあ、X なんかでもそうなんですけど自分があの偏っていることに気が付かない同じ情報の繰り返しっていうことにあのどん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 はまっていってしまう沼にねっていうことがあるので,で私もなんかその私自身がそういうことを危惧してるからかななんかあの自分が発信することに対してはなんか なんだろうあの宗教団体じゃないけどあのそういうものに出ない方がいいかなとか思ったりすることもあるんですけどあのじゃあな何をするかって結局自分の,あの偏っているようは何だろうが自分が思ったことしかできないしであの私が楽しいと思って、 ことを皆さんが楽しいと思えるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど <laughs>、あのーまあ、今もあの実は、えー、オーケストラの撮影をしたばっかりで、えー、結構長い時間ここでもう大汗かきながら撮ってたんだけど、まあ、私はあのやっぱりオーケストラのプレイヤーとしてのキャリアっていうのがあるのであの一番自分の力を活かせる能力を活かせるっていうのは。 お稽責のことについて、お稽責のコントラバスを弾くっていうことに対しても本当にあのピンポイントなあの分野だけれども、そこに関してはあのプロフェッショナルなので、あのこの経験をあの動画に残すっていうことは有意義なんかじゃない有意義なんじゃないかなと思ってえやってます。だからやっぱりクオリティっていうものをやっぱり高いあのものを残したいという気持ちもあるので、そうするとなかなかあの。 自分を超えられないというかそういうあのジレンマに陥ってなかなか取れないということになってくるだけどもう残り時間も少ないのでなるべくあのこう自分があこれは大事だなというものは動画にして残しときたいなとは思ってます。あとと収益化のことに関してね。 あの私収益化してないって言ったらいろんなユーチューバーのことに「えっ?」って言われるんですけどあの収,益化収益化はいずれします宣言をしてからもう何年も経ってしまって確かねあのチャンネル登録何だっけ1,000人か2,000人いたら、えー、収益化できるんだよね。でもう今6,500人ぐらいですか。あの本当にあのいつも思うんだけど私のチャンネルってあのバーってバズることもなくあの作品 動画によってはバーンと伸びたり伸びなかったりとかってねそういうあるんだけどあのチャンネル登録に関してはねまあそういう作品が引き金になることはあるんだけれどもあのタカちゃんが出てくれた時とかねそういういろんなあのきっかけはあるんだけど相対的に見てあのずーっと減りもせずあの横ばいもせずちょっとずつ増えてきて8年なんですよね8年かかって6,500人本当に平均して上がってきてるんで。 うん、そう考えるとまあなんかあのまあなんでしょう本当はありがたいことなんでございますけれどもあのまあ恐々いつあの引退するかっていうのはねあのまだ決めてない私あの、まあ、本来だったら来年度が最終年度だったんだけどまあ今ちょっとシステム変わってきてるのでまあもうちょっと残れるんですが、えー、違う違うえっ、ー、とそうだよね 何言ってんだ <laughs> 本来だったら、えー、今年度が最終年度なんですよ、えー、っとちょっと前まで、うんうん、ちょっと年いたくない <laughs> 言って分かるっちゃだけどあのまあ今ちょっとあの定年っていうのが制度が変わってきてのでまあ残れるんですけどまあいつまで残れるかっていうのはその自分のあの体力とかまあその能力とかねなるべく若い人に早くあのタッチしてあげたいという気持ちもあるし 自分があの残り時間もうちょっと頑張りたいという気持ちもあるしあの、まあ、その辺ちょっと決めかねてるところではあるんですけれどもなかなかまあずるずる最後まで <laughs> 残れるところで残るかもしれないしあのその辺はまだわからないんだけれどもあの、まあ、生きてるうちはだから何かしらの発信というか活動なりやっていくと思うんですよ。最後まで現現役役ププレレイイヤヤーーといいうう気持ちはあるかあの オーケストラで弾弾けけるかかかないいは別にししして、て何かしらの発信をしていくともだからそういう意味では YouTube は非常に重要なのかなと思っているのであの老後の,あの設計ではないんですけれども YouTube に関してはやっぱりあの自分の,あの活動の中で大事なものになっていくかもしれないのでまあこれはあの近いうちに。 もうするする詐欺なんですよ。収益化するする詐欺ですけどいや本当ににに近いいいうちに収益化に向かってて、えー、考えていくと思います。でもその時の私の性格からすると収益化するんだと今の感じでは自分では許せない部分もあるのであ結構動画あの消すと思いますね過去の動画をね。まあ今も結構あのちょぼちょぼ消してるんですけど自分でなんかなんだこれやと思ったりしてあのそうなんであの、まあ、これからやっていこうと思うんですけど、えー、まあ 話があちこち飛びましたが、そんなわけで、えー、9月の2日に、えー、また久しぶりに、えー、モダンタイムズさんもう本当に久しぶり、えー、と多分ねコロナ禍2020年かな2020年に、えー、演奏してから4年ぶりぐらいになります、えー、私大好きなお店ですあのお客さんとしてはあの何度もそれからもあの通っておりますけれども。えー 舞台に立つのは、あの高岩さんの,あのトークショーであの舞台に立ちましたけど、えー、楽器を持って立つのは本当に4年ぶりということで、えー、楽しみにしています。あの本当にいい店であのお食事も美味しいのでね、えー、もしよかったらあの私と一緒にあの <laughs> 打ち上げ飲み会をあの楽しんで帰っていただけたらと思います。あのよろししくお願いします。ということで、はい、また見てくださいさよなら。